埼玉県代表興南南サッカー少年団。実はこのチーム、去年の夏全日本少年サッカー大会で日本一に輝きました。その勢いで今回フットサル日本一にもあと1勝に迫った興南南。注目選手は12歳以下の日本代表にも名を連ねるエースストライカー原口元気くん。その原口くんを中心にここまで6試合、兵庫 FC を上回る39得点、爆発的な決定力で優勝を目指します。さあボールを持って原口元気、12歳以下の日本代表、さあドリブルでかわしていく興南南のエース、さあすぐにドリブルで返していく、さあシュートが打てるか右サイド、ここはうまく体を寄せていきました。青のユニフォーム興南南、ゴールキーパーは1番の志村です。フィールドプレイヤーは4人、5番キャプテンの岡田。さあ原口がボールを持っていく、中に折り返そうかというところ、さあボールを逆サイドに送ろうかというところ、さあ原口が飛び込んでいる、シュートを打った、場を直撃、まずチャンスを作っていったのは興南南サッカー少年団です。さあそしてサブのメンバーをご紹介しましょう。2番が岡田、3番西澤、4番柴田、7番加瀬、1番斉藤がサブに入っています。さあまたシュートを打っていったのはやはり12歳以下の日本代表、リズムを作ります原口元気です。さあ右サイドからのコーナーキック、ショートコーナーを使ってくる。さあ原口がボールを持って縦にドリブル押し出そうかというところ、低いボール、塩田が決めた、先制したのは興南南、塩田が決めました。いやそこしかないところですね。さあご覧いただきましょう、切り返して3人寄せつけておいてですからね。さあ左サイドにボールをつないで原口元気、12歳以下の日本代表、さあかわしていく、さあまたシュートを打っていきました。そしてこのような形も取れているわけですからね。さあチャンスだ、ポストの内側、最後シュートを打っていったのは5番の山本、この選手も大柄な選手で164センチ。さあ中に切り込んで山本から中央に平川、さあシュートが打てるか、原口元気がボールを奪う、このステップですね。さあ原口がこうしてシュートを打っていった、決まった2点目、興南南サッカー少年団2点をリードしました。決めたのは9番エース原口。いや素晴らしいですね、ここも左へ右へと、ここもすぐに持ち直して、もうボールの押し出しにズレがないですよね、自分の思い通りのコントロールです。さあもう1点を決めました原口元気、右サイド相棒の塩田健、そしてまたここの2人のコンビネーション素晴らしいですね。この2人のコンビネーションで夏の大会全日本少年サッカー大会見事日本一に輝いています。さあ早くも3点をリードしました。ボールを回していきます今日の FC、ね、なんとかしたいところですね。山本は大柄の選手がドリブルで持っていきます。さあ原口元気、縦でかわすか、シュート打っていく、まだこぼれている、シュート、シュート、シュート、ボールを奪って山本、この選手が足元がある。さあ右サイド使っていってシュートを打っていった、10番の平川直人、力強いシュートを打っていきました。そうですね、キック力パンチ力ありますからね、少し離れても狙ってきますよね。身長162センチです。さあ浮いたボール中に送って、迫力がある。9番の原口元気、さあカウンターを仕掛けてシュートを打っていく、鋭いシュート、このボールをつなげると、あヒールでつなげていった、もう一度シュートを打っていく、早いですねシュートまでが、ゴールキーパー8がしっかりと抑えています。ボールが外に出るとプレーが止まります、プレイングタイム。いや素晴らしい、原口から塩田、塩田打って決まった、4点目、興南南が4点目を取りました。ここ、はい、原口君が囲まれている時に塩田君はちょっと離れたポジションを取ってるんですよね、はい、でスペースに入り込まずいつでも待ってるんですよね。第13回全日本少年フットサル大会、うん、面白い。さあ前に浮かしていく、いやー素晴らしい、1点を返した10番の平川直人、エースが1点を返しました。さあ兵庫フットボールクラブ1点を返しました。そうですね、この桜井君ワンタッチコントロールしてからね、はい、パスコースなかったんですよ、ただ浮かしてパスを出す、素晴らしいアイデアですよね。狭いところ通しましたね。いやそれに平川君よく決めましたよね。前半の残り時間は3分8秒です。さあ原口元気にボールが通る、さあシュートが打てるか、シュート決まった、
けて左行く方向の必ず逆を取ってからフェイント入れてますからね。そしてまた右も左でもシュートを狙える。フットボールクラブロングシュートから決めることが多いんですね。そうですね、あの受け方も非常に。さあ決めたのは塩田、6対1興南南サッカー少年団5点差突き放しました。このプレー中に切り込んでスルーパス、塩田が決めた。いや、あの技術の高さもあるんですけどね、あの原口君、緩急ですよね、はい、第13回全日本少年フットサル大会小学生年代の日本一を決めます。さあシュートを決まった、また原口だ。7対1、興南南サッカー少年団6点のリード。いやー、ここも切り返しから、はい、もうキックまでしなやかですよね。さあボールを左サイドに送って原口元気、さあボールを奪われません。右サイド塩田、何度このパスが通ったことでしょうか。さあもう一度原口、ここはエリアの中ファールをすると PK になります。さあしかしここでゴールキーパー梶が何とか止めたい。さあ原口が足を持って切りに行く、決まった。また原口が決めました。どこまで点を取るのか。12歳以下日本代表原口元気、さあ左サイドにボールを振っていく、もう一度前に送って桜井光輝から中へのドリブル突破。さあ原口がボールを持った、もう一度ドリブル、山本が強い、山本がボールを奪って前に送ろうかというところ、元やろうっていうね、はい、そんな意気込みはまたいいですよね。さあ原口元気、まだ点を取るのか。さあかわしてシュートを打ってしまった。原口5点目、9対1、興南南8点のリード。日本代表に入っていますこの選手、皆さんご覧ください。いやもう前半からも立て続けに、まあ、この大会投手ですからね、はい、本当に素晴らしいプレー見せますよね、まあ、小野選手というね、はい、素晴らしい選手がオランダにプロとして活躍してますけどもね、はい、もう本当にそれを追い越すんじゃないかと思うぐらいのね、うん、勢いを見せてますよね。さあその原口にボールを持って2人をかわしに行こうかというところ、しかしここは一生懸命ディフェンスを固めます8番の横浜。さあボールがこぼれている。さあ原口元気から左サイドへ縦に送っていって原口元気のシュート、枠を捉えて塩田が打ちに行く、決まった。ここも塩田よく狙ってますよね。10対1、もう塩田君あれですよね、はい、原口君がどういうプレーをするのかっていうのをしっかりと見てますよね。このプレーも打った後じゃ反応できないですから、もう打ち4センチあります。さあ中に行ってシュートを打っていって決まった。ここで受けてから原口元気、ゴールまで逆算できました。11対1、いや素晴らしいですね。そしてこの落ち着いた表情、いやまだ先に考えてるんでしょうね、やっぱ自分の目標設定高いところに置いてますよね、はい、この原口元気の夢は世界制覇、そのために小中高全てのカテゴリーで日本一を取りたいと話していました、うん、さあ右サイドへ塩田が持っていく、塩田のシュート決まった。12対1、塩田も6点、原口が6点、塩田が6点、どこまで取るんだこの2トップ。ここも近寄らずね、距離を保ちながら受けて不利なところでボール持ってきましたからね。今日はワンアシスト、はい森さん、今日はフットボールクラブの内田監督なんですが、はい、辛くなんかない、試そうとパッツを入れましたね、はい、そして原口選手なんです。さあもう1点決まってしまいました。最後決めていったのは3番の西澤です。さあただ試そう兵庫 FC、 この後何が試せるかが彼らにとって非常に大切な時間になりますね。はい、初月に笑顔でしたね、はい、さあテーマの笑顔、この大会で何を得て帰るのか。さあ前にボールを追っていく、しかし一生懸命寄せていきます。さあ原口に食らいつく、しかしまた決めていったのは3番の西澤、代わって入った西澤も仕事をします。しっかりと仕事しますね。ただここの原口君、決めることもできますし、はい、こうやってアシストもできる、まあ、本当に素晴らしい選手ですね。さあ狙いに行く、低いボール決まった、山本の力強いシュート、1点を返して14対2、もう壁にぶつかってるんですけども構わずすっとんでゴールに飛びましたね。